どこにいる私のプリンセス。ハルヒ、もう帰るの？ちょっと行くとこあるんだ。おはよう。今日もいないか。秋元さんと音信不通になって1ヶ月、会えるわけもなく。 GPS の最後の発信はここだよ。ここか。ストーカー兄弟、気になるんだからしょうがないじゃん。なんであの時起きてなかったんだろう。ああもうバカバカ。ていうかケイウンさん、秋元さんの連絡先を教えてくれるって言ってなかったっけ。電話しても全然出ないし、あの大金もどうすんの。すみません。なんで私こんなにイライラしてるんだろう。ハルヒ、やっぱここにいた。千春に。何食べる？そうなんですよ。はい、ただいま。もう簡単に会えなくなっちゃったね。あ、やっぱり秋元さんは私たちのことなんてどうでもいいのかな。うん。それは本人に聞いてみないと。俺たちだけでモヤモヤしてても仕方ないよ。そうだけど。それより見て。何これ。前にどっか行きたいって言ってただろ。クラスの子にもらったんだ。悩みは一旦置いて遊ぼう。あ、子供に戻ったつもりでね。わあ、あのお城かわいい。あそこが時の城だね。プリンスが住んでるって設定なんだって。あの時計からプリンスの銅像が出てくるよ。詳しいね、チャールに。実は凝った仕掛けがあってね。時間になると、ん？よし、遊ぶぞ。早く。早い。今日は考えるのやめる。遊び倒してやる。はあ、ちょっと休憩。連れてきてくれてありがとね、チャールに。俺は何もしてないよ。ただチケットもらっただけ。あー、かっこいいな。あ、秋元さんって今頃何してるんだろう。仕事してるのかな。あ、ダメダメ。あ、ねえ、時の城に行ってみよう。最新乗り場5月超特大号はナンバーワンカップルに最大の試練。表紙&関東カラー43ページ、ミノポン先生のウイコン。超話題作が連載される。